どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、ちょっと今日は面白い企画で2年前にあげた、Don't Worry Be Happy のガズさんが作詞した日本語バージョンの曲をもう一回再アップしようと思います。これはですね、いろんな世代の人がすぐに弾けて、しかも日本語ですから歌えて、ちょっと歌詞もガズレレっぽくこうウクレレ楽しめるような、こう音楽楽しもうみたいなメッセージソングになってるんで、ちょっと、あえてこのタイミングで再アップもう一回やってみようと思います。この曲はですね、コード3つですよ。やった。で、今回はやっぱより多くの人に弾いてもらいたいんで、ほんと、超シンプル簡単4つ弾きバージョンの1バージョンでやってみようと思います。はい。楽しく音楽始めましょう。ウクレレいいな、私もやってみたいなと思った方。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんウクレレ楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここら辺にリンクはあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに、YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできますから、ぜひ気軽に始めてください。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見られるし、無料ですからね。はい。じゃあここにリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。それではですね、早速、Don't Worry Be Happy コード3つガズレレリオリジナル日本語バージョン。ゆっくり、感情込めて、やってみようと思います。大きな声で体揺らしていきましょう。はい。Don't Worry Be Happy ガズレレ版、やってみます。1、2、小さなウクレレ鳴らせばすぐハッピー、音楽聴くのは最高だけどやる方がもっと最高、はい。じゃじゃん。ガズレレオリジナル作詞による Don't Worry Be Happy コード3つ。いいですね。このメロディーですね。トゥー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 トゥルルル。こう、のんきに、ラフに、ウクレレにぴったり。はい。出てくるコードは3つです。ちょっとね、メモ書き見てもらいましょう。ほんとシンプルですよ。はい。イントロ口笛で今やったね。はい。こんな感じです。C、C、Dm、Dm、F、F、C、C。これがずっと繰り返されるってことでございます。はい、ね。ほんとシンプル。これ以上シンプルにしようがないっていうぐらいですね。今の流れをここやって2番やって、まあサビ、Don't Worry やって、3番、4番やって、またここにね、戻って、2番、2回目の歌詞はここ
になったというふうになってます。まあこのささっとこれはもうテロップ見て書いてもらった方がいい感じだと思うんですけど、参考にしてください。出てくるコードで3つですよ。C と F と D マイナー。ちょっと今日はこれ解説しようか。C っていうのは一番下の弦、この弦の1弦の3番目これですね。C。薬指で押さえるのがいいかなと思います。F はこことここ、これちょっとね、難しいっつうかね、指立てないといけないからね。F はこことここの2本の指でこう、指立てて押さえてください。寝ちゃダメですよ。ちょっと立てる。はい。はい。握ってもいいし、こうでもいいし。で、Dm っていうコードは、この F にこの薬指見てて。薬指をここを足すだけですよ。ここ。この部分を足すだけ。だから F はこことここで、Dm をここと、こことここの3つだから F を押さえといて、この3弦の2フレット。これを薬指でちょっといこう。入れるわけですね。この Dm。この3つ。これを今4つ弾きでやりました。で、4つ弾きでこうリズムね、体をこう揺らして、大きい声で。あとは歌詞のね、これ内容を感じる。いいこと言ってますね。歌詞が最高です。ありがとうございます。まあこういうのでこう、まずウクレレと仲良しになるのが、まあ第一歩かなと思いますんで。これいろんな世代で。で、この曲はガズがね、作詞した曲ですから、知ってるとか知らないとか、あんまりそういう問題も起こらずに、みんなでゼロからね、こう覚えて楽しく歌おうということができると思いますんで、いろんな形で、この音楽をどんどん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、ガズレレの最新情報、この後ちょっとしつけときますんで、お時間の方ご覧になってくださいませ。ウクレレ楽しいなと思った方、どんどんやりましょうね。はい。で、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう、皆さん。楽しく音楽やろう。ご案内動画、どうぞ。はい、そういうわけで、ひとまずはこのガズレレ .com で最新情報をチェックしてください。ガズレレホームページのリンクもここに入っておきますからね、よろしくお願いします。さて、ガズレレイベント情報、11月は、宮崎行きますよ、宮崎。はい。宮崎の方以外にも、日本中からこう、集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。今予定されているものは、この、ソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしといてくださいね、ホームページなのでよろしくお願いします。あと、このウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ。クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき、大ヒット中でございます。で、事前販売、予約ホームページを立ち上げたところ、もうありがたいことでそこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ2、3日で、また新たな在庫確保できる。またそこ動き出すんで、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あとインターン、ベトナムに行く半年間のインターン、10月いっぱいで募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ガズさんですけど、本をいっぱい出してます。まずこれ、リットンミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレ、ソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、週の友社からこういう、ガズさんのいい話が載ってる、人生のこと語ってる本も出てますね、主婦の友社。そんなのもお願いします。ちょっとここで、ちょろっと告知していただきますと、私のサブチャンネルやってるんですよ。ガズトークという、おしゃべりばっかのチャンネルです。ガズトーク。もし興味ある方、ぜひ覗きに行ってください。結構面白いですよ。自分で言うなって話ですけど。はい、お願いします。ブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こう、ライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。